こんな感じでーす。おー、危ない。はい、こんばんは、石原スポーツです。今日はですね、前回の1個飛びましたけどね、続きになりますね。反発についてこう、もう一回見ていこうかなというふうに思いますね。で、こんなの作ってみました。0センチから1メーターですね、ここでね。はい、で、ここは2メーターになります。2メーターから落としますね。はい。はい、ここだいたい2メーターになりますね。ほらほらほら、こんな感じです。おー、危ない。はい、じゃあメジャーのボールからやってみますね。連続10回やってみます。はい、終了しました。結構しんどいです。はい、はい、じゃあ次 NPB 日本のボールいきますね。はい、はい、それでは集計してみましょうね。合ってるな。はい、集計できました。はい、あくまでも私の主観的な実験の結果ではありますが、メジャーリーグが平均すると 68.9 センチ、日本のプロ野球が 57.1 センチの平均ということで、10センチ以上違いますんでね、優位差があるって言えるんじゃないでしょうかね。まあ、今回の実験ではメジャーのボールの方がよく弾んだということですね。はい、どうでしたか。私がやった今日の実験では、まあ、参考にしかなりませんけれども、メジャーの球の方がよくね弾むということでしたね。まあ、日本の、あの反発係数の測り方は、あのマシンで鉄板にパーンってぶつけてね、跳ね返りでやってるみたいなんで、そんなことね、うちではできませんので、まあ、あくまでも参考ではありますが、面白い実験になったんではないかと思いますね。はい、それでは皆さん、さようなら。